はい。こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、私の非常に好きな銘柄、えー、双日ですね、こちらの方をご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。私が好きな理由は、あの、これがですね、おそらく1番目か2番目ぐらいにですね、えっ、ー、と、人生で初めて取引した、えー、銘柄っていうところで、ただ思い入れがあるっていう意味で好きっていうところですね。今は、あの、信用取引とかでちょくちょく、 一週間ぐらいとかで、えー、トレードとかはしておりますけども、えー、現物では保有していない銘柄になっております。はい。で、今回この早日ですね、12時半に決算発表いたしまして、かなり、えー、ドラマのある株価チャートってところを描いてます。株価爆上がりいたしまして、そこから大きく下がって、もう一回上がって、そしてズンズンと二回下がるっていう形で、まあ、結構ですね、難しいチャートだったんですけども、 まあ、この決算発表っていうところを見ましてですね、まあ、個人的にいい決算だったと思うんですけども、まあ、かなり気になる部分もありますので、まあそこらへん踏まえてですね、今後どういうチャートを描いていくんだろうっていうところを妄想していきたいと思います。まあ将来のチャートっていうのは正直難しいところではあるんですけども、まあおそらくこうなるんじゃないかなっていうところですかね。はい。えー、で、まずですけども、今期の決算ハイライトという形で、えー、非常に素晴らしい決算でした。 はい、上場来、えー、過去最高益を達成いたしまして、今期823億の純、えー、利益っていうところを叩き出しております。配当の方もですね、当初予定からですね、えー、58円から61円で3円増配していただきまして、まあ、配当も増配ですし、えー、来期、今季が106円の配当に対して来期は112円という形で、来期の通期の方も 配当増配予想で、プラス純利益の823億から850億っていう形で、プラス予想になってます。はい。まあ、内容だけ見ると非常にいい決算かなとは思うんですけども、あのとっても気になるところがございまして、ちょっと決算単身とかも詳しく見ればわかるんですけども、この決算補足説明資料の方が非常にわかりやすかったので、これからご説明していきたいと思います。で、まあ、いろいろですね、あのー、い,い ことがたくさん書かれてあるんですけども、ま、とっても気になるところが何かっていうとまあ来期の通期見通しの、えー、資源の偏り度っていうところがとっても高いっていうところですかね。 はい、まず今期の実績ベースのお話になりますけども、えっと、各セグメント別の当期純利益というところはこんな形になってますとで。グラフ見ていただければお分かりの通おり、まあ、今期ですね、何がすごかったかというと、金属資源リサイクルですね、ここがプラス359億ですかね、前期比で。341億って形になってまして、まあ、おおむねこの、 えー、金属資源系が牽引してますと。で、時点で、えーか、ケミカル系のセグメントが良かったっていうところで、まあ、あのー、この2つだけで、えー、半分ぐらいですかね、陶器純益を占めているっていうところで、まあ、特に資源系がすごいですよねっていう特徴になってました。で、これの背景といたしましては、石炭市場の、えー、上昇ですかね、えー、石炭市場活況っていうところで、今資源系非常に上がってますので、まあ、それが、えっと、 要因で、えー、力が上っっているっていいるとう形になってますとで、来期の予想ですねで。来期のセグメント別の予想がですね、まあ、資源系が非常に上がる前提で、えー、組まれているっていうところが、まあ結構懸念といいますか、リスクがあるかなと思います。まあコロナ禍でもですね、あの原油価格とか一時、マイナスになったこととかもありますけども、まあその影響で、えー、資源セグメント系の会社、そうも含めて、バルベンとかもですね、まあ、非常に、あの、 大変な決算出したとは思うんですけども、まあ、このような形で結構資源っていうのは1年でもかなり価格が上がったり下がったりしたりしますので、まあ、結構ボラティリティが高い、まあ、つまりリスクがある業種になるんですね。 で、えっと、来の方は、なんとですね、850億予想のうち、えー、うち510億なので、もう、この金属資源リサイクル系のセグメントだけで7割ぐらいですかね、えー、準利器を占めているっていうところで、まあ、ちょっとそれがですね、リスク高いんじゃないかなっていうのは思ってます。まあ、今、ロシア、ウクライナ問題とかで資源価格もですね、どんどん上がっているっていうところはあるんですけども、もしそれが収束したら、資源価格下がるんじゃないか、だとか、 まあ、脱炭素に向けて、今は、あの、臨時的な需要が上がってるので、あのー、価格も上がってるけども、まあ、本格的に動き出した時に本当に、この石炭とか需要があるのかとか、まあ、そういうところですね。がありまして、まあ、7割ぐらいを石炭が東京従業を占めているっていうところは、どうなのかなっていうところですかね。まあ、ここだけですね。はい。 で一応ですね、先物とかを見てみると、これ直近5年の、えっと、石炭ですね。石炭の先物チャートにはなるんですけども、まあ、これ、ごめんなさい、これ1年ですね。5年で見ると、まあ、結構急上昇してますねと。まあ、コロナ時の時はですね、どんどん下がっていたけども、そこから今どん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 上がっているよっていうところで、まあ、非常に需要は高い。まあ、価格が高いってことは、つまり需要が高いって形になるので、まあ、価格が高くても買ってくれるから需要が高いですかね、正確に言うと。 はい、なので需要が高い状況になっていまして、まあ、直近1年でも、まあ、確かにチャート的には上昇トレンドを入れりしているかなと、はいまあ、下に切り上げてますので、まあ、2023年というところを見ると、まあ、確かにこの石炭価格ですか、ね、資源系コモディ系というところは上がりそうかなとは思うんですけどもまあそれがですね、えー、結構前提になっているというところは、まあ、少しリスクかなと思います。はい まあ、ただですね、創日なんですけども、まあ、配当に終わりでいきますと5.7%という形で非常に高配当な銘柄になっておりまして、まあ、コロナ時でもですね、一応赤字にはなってないっていうところで、まあ、あの、いろんなセグメントがあるので、はい、まあ、そこでリスクムーンさていた結果、 がまあ、ちゃんと、あのー、コロナ禍とかっていうような事情自体でも大きく下がるセグメントももちろんあるんですけど上がるセグメントもあったっていうところで、まあ、黒字で炊いているっていう実績はありますので、まあ、そういう意味だとですね配当も増配基調ですし えっと、EPS っていうところも赤字になっていないっていうところで安定しているっていうところで変えるのかなと思いますファンダメンタルズ的にでテクニカルの方もですね冷やしで見ていきますと、まあ、一応上昇トレンドっていうところで100日120日移動平均線ですかね、まあ、半年スパンの移動平均線も上昇トレンドで、まあ、60日ですかね3ヶ月ぐらいの移動均線っのところも上昇トレンドが入りしていて、まあ、短期的に今ちょっと不安定な状況になっている形になりますとはい まあ、ここずっとですね、えー、上昇トレンドですかね、上昇トレンドにしていて、ここで高値を超えれずに、今、短期的にはちょっと下落しているのかなっていうところが見える形で、今日の決算発表の結果はですね、まあ、この、なんていうんですかね、ロースカしか、上髭下髭どっちもつけていて、トレンドどっちだっていうところですね、まあ、今市場非常に悩んでいる状況ではありますので、 まあこのトレンド転換を見まして、まあ、上がるようだったら買ってもいいだろうし、下がるようだったら、うんどこまで下がるかわからないっていうところもあるので、えーま、もうちょい待ってもいいかなと思います。ただ結構利回りも高いので、まあ、ここら辺の影響でもしかしたらどこかでこう、何て言うんですかね、下値が。 底値が高くなる。あの、底値が厚くなるかもしれないとか、下げ止まりもするかもしれないですし、まあ、ちょっと難しいですかね。はい。まあ、チャート的には長期トレンドは、長期というか、まあ、まぁ、えー、中期ですかね。半年スパンぐらいのトレンドで言うと、まあ、上昇トレンドでもありますし、周りも高いので、そういう意味だと保有はできるかなと。短期的にはトレンドどっちだっていう形にはなっておりまして、今ちょっとどっちか読めない状況にもなってますので、まあ、決算内容自体は、今季実績ベースでもいいですし、 来期予想もいいんだけども結構資源価格に頼っているところっていうところがリスクかなっていうところがまあどう判断するかですかね。 まあやはりそのコモディティの価格っていうのはまあいろんなものが要因で上がったり下がったりしますのでまあそこを読むのってかなり難しいのでまあそれが上がるって思う人は買いでしょうし下がるんだって思う人はまあちょっとあんまり触らない方がいいのかなっていうところでそうですねちょっと私コモディティ系の価格の読みっていうところはできないのでそこはちょっとご自身またはもっと詳しい方いらっしゃると思うのでまあそこら辺のまあ動画とかえ情報ですかねっていうところを見ていただければいいかと思います はい。という形で、まあ、決算の振り返りでしたけども、まあ、いい決算だったとは思うんですけども、この資源ですかね、今後どうなるかっていうところで、が注目かなと思いました。まあ、会社自体はですね、非常にいい会社だと思います。株主還元力も高いですし、えっ、ー、と、定量的な評価ですかね、中期経営とかの定量的な目標っていうところもですね、まあ、しっかりと、あのー、明記されていて、かつ、えー、その目標っていうところもですね、高いところであり、あのー、 目標も高くて、えー、ちゃんと達成しようという意気込み、意気込みといいますか、まあ、結果が見えてますので、うん、まあいい会社かなとは思います。はい、という形で簡単でありますけども、以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。